はい、おはようございます。池田です。だいぶ寒くなってきましたね。今日あの山の向こうの方の山頂付近にも雪が積もるぐらい寒くなってきました。そんな中ですね、今日も自転車通勤をしてるんですけれども、今日は新しく、ロードタイプにカスタマイズしたんですけども、その時につけたタイヤ、テラベールのワッシュバーンについてちょっとご紹介しようかなと思います。テラベールのタイヤは今まで他にもいろいろ試してきてたんですけども、 700C のコース、今回つけたの38ですねっていうサイズになります。で、これはですね、ちょっと軽いタイプ、テラベールってあの重たいタイプと軽いタイプがあるんですけども、今回はこの軽いタイプで、装着してみてるというところです。ではですね、テラベールのウォッシュバーンってどんなタイヤのなのかというのをちょっと使ってみたんで、初回自分で感じたレビューをやってみようと思います。はい、まずですね、このタイヤ、先ほど、申した通りですね、軽いのと重たいのがあります。で、この軽いタイプで今回やってるんですけども、チューブレスはですね、今回やってません。チューブありで、運用してますっていうのが、チューブレスでずっとやってるとですね、パンクしないんですよ。全然パンクしないっていうのと、あと、まあ、タイヤは柔らかめで、運用するんですけど、ちょっと硬いタイヤっていうのも久々に体験したいなと。で、あとパンク修理もですねなんかこう久々にやってみたいなみたいな気持ちがあって、今回チューブを入れてやってます。ちなみに中に入れてるチューブは、パナレーサーの R-Air っていうあの薄いタイプですね。それを使ってやってるという感じです。で、面白いことにですね、昔パンクの男、パンク大魔王みたいなこうあだ名がつけられるぐらいパンクしとったんですけども、実はですね、運用して3日目で早速パンクしたっすね。あ、びっくりしたっす。それは何かがタイヤに刺さってとか、そういうパンクではなくて、チューブのですね、接合部分が剥がれてたというですね、あのバルブ付近の接合してる部分がペロペロってめくれて、そこから、空気が、出てきてたという症状やったんです。はい、いろんなパンク方法ありますね。もう早速ですけどね。はい、で、その、チューブで運用しているのがこれ、ウォッシュバーンという感じです。ちょっとブロックのところを見てみましょう。上から見たらいいかな。こんな感じの、ブロックタイプになってます。ここのですね、中央が、スリック状になってます。つるっとこう滑ったような、つるつるしたタイプですね、になってて、でその横にグラベルキングのような、ちっちゃいブロックですねが、ちょっとと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 並んでると。これ、まわらに並んでるっていうわけじゃなくて、このスリックの真横に、ちょっと溝があって、で、またこう、あると。なんで、実質はスリックプラス、先端のスリック部分プラス、左右に、6ミリぐらいかな。5ミリ、6ミリぐらい、これぐらいでわかるかな。ブロックがさらにあるという感じなんで、実際こう地面に当たるのはこの指1本、グッと押し付けた指1本分ぐらいは当たってると。なんで高圧で走ると、まあこの両サイドのですね、ブロックが激しいところ、隙間が激しいところはほとんど当たらないんじゃないかなと思います。でさらにこの横の方向に行くと、大きいブロックがこう後ろ方向にですね、 L 字に曲がったブロックがあって、流して、泥を流していくような形になってるという感じですね。ですんで、スリックタイヤですとか、ブロックタイヤ、センタースリックっていうやつ、だからまあいろいろあるんですけども、このタイヤに関して、舗装路ですね、走ってみた感じは
スリックタイヤのようです。もうあのほとんどセンターばっかり当たるんで、なんかですね、本当にスリックで走ってるかのような、あのイボイボっとしたブロックタイヤや、特有の、雑音というか、ああいうのは全然感じなかったですね。で、このよいしょよいしょ、空気圧ですね。空気圧はこれ、まあ、これでいきましょう。 3.5 から 5.5、VAR と、でこっちには 5080PSI と書いてます。で、今運用している、空気圧はですね、4.5 ぐらいで、僕運用してます。あのチューブありです。チューブありで 4.5 ちょうどど真ん中でやってるんですけども、いつも使ってたタイヤがですね、2.0 とかやったんで、倍、空気圧倍ぐらいになって、走ったんですけども、まあ、滑るように走りますね。スーッとこう、あのスケートのようにスーッとこう走ってくれるんで、ちょっと違う感覚で今楽しんでるというところですね、はい、という感じです。で、オフロードとかこういう、草地ですねを走ってみてもですね、この空気圧ぐらいやったらまだ滑らずにカーブもできるかなと思います。もうちょっと、地面が湿ってたりですね、高圧になったりするとちょっとこうなんかこうカーブするときに ずるっと行くなみたいなのはあるんですけど、普段の、舗装路をこう中心に走ってて、たまにこういう草地に入るぐらいやったら全然行けちゃうなという感じです。でオフロードですね、ちょっとした林道行ってみるときはもう少しですね、空気圧を下げて行った方がいいかなと思います。ただやっぱりこの38っていうタイヤ幅なんで、あんまり空気圧を下げていくとですね、今度はこうリム打ちパンクですよ、怖いのは。僕もよくやってるリム打ちパンクですね。チューブレスだとそれが比較的起こらないんですけども、チューブがないんで、そこですね、パンクがちょっと怖いかなというところで今運用してみてるという感じです。はい、どうでしょうかね。で後ろもですね、ちなみに同じウォッシュバーンなんですけど、ちょっと使ってて思ったのは、前後違うタイヤっていうのもありなんじゃないかなと思いました。今まで前は後ろはこれ、前はこれっていう感じで統一して同じタイヤを使うことがほとんどなんですけども、ごく稀にセットでこう提案している場合があるんです、タイヤメーカーがですね、それが後ろはこれ前はこれっていう感じで、まあ、どっちかがこう太かったり細かったりするんですけども、そういう使い方もありかなと。マウンテンバイクだと、前ちょっとブロック多めで後ろちょっとスリック系のやつみたいな感じで、それぞれハンドルと、ハンドル側、前側と後ろ側で、役割が違うと。要するにこう前はこうハンドル操作をして、後ろはこうペダルの力を車輪に伝えて、車輪がこうタイヤに、タイヤから地面にっていう走る系ですよね。なので、こういう幅のタイヤでも前後違うものにして楽しんでもいいのかなと思います。ひとまずはこの前後統一した、サイズでちょっと乗ってみようかなというところですね。はい、まあ、一つ、まとめますと、ウォッシュバーンってちょっとブロックが入ってるんですよ、こういう感じで、ブロックが入ってるっていうのが、いいところだと僕思ってます。っていうのが全部スリックにすると、確かにこうオンロードを走った時に、軽やかにスムーズに、見た目もオンロードってなるんですけど、ちょっとオフロード感、アウトドア感を残したいっていう時ないですか？ジープというか、なんかこうアウトドア感ですよ、野生とワイルドみたいなのを残したいという時はこういうですね、センターがスリックで、横がブロックっていうタイヤを選んでみてもいいかなと、その見た目上ですね、思いました。でこの前ちょっと話はもう一個追加なんですけど、
砂地を走ってみたんですね。太田川っていう広島の、大きい川の横にこう川があって、その横にですね砂地の道があって、結構もうズボッとはまってしまうような道だったんですけども、そういうところも走ってみたんですけど行けますね。センターはスリックなんですけど、ブゴッと埋まるとこのブロックの横のですね、普段こうこうやって見たら分かるかな、普段こんなとこ当たらないんですけど、地面にこう沈み込むとここがですね当たるんですよ、地面に。で全体でグッと押さえるんですけど、この沈み込んだ時にサイドのブロックが地面を掴んでくれるような、気がしました。なんでどんな人にいいかなっていうのが、普段はオンロードで、たまにこういうとこも走ってみたいなと。砂地もなんならちょこっとこう子供心くすぐられて、大人心くすぐられてですね、走ってしまう、そんなワイルド好きな方には非常にいいかなと思いましたね。はい、ということで今回は、テラベール、よいしょよいしょよいしょのウォッシュバーンですね、700×38 のサイドスキンタイプ、サイドタンタイプですね、の、初回レビューですよ。まだ使って2週間ぐらいかななんですけれども、これからですねもっと、使い込んでいって、また新たな発見がありましたらこちらでご紹介いたします。では、今日はこの辺りで終わります。どうもありがとうございました。